無限の猿定理、無限の猿定理、無限の猿定理とはランダムに文字列を作り続ければどんな文字列もいつかは出来上がるという定理である。比喩的に猿がタイプライターの鍵盤をいつまでもランダムに叩き続ければウィリアム・シェイクスピアの作品を打ち出すなどと表現されるためこの名がある。この定理は 巨大だが有限な数を想像することで無限に関する理論を扱うことの危険性および無限を想像することによって巨大な数を扱うことの危険性について示唆を与える。猿の打検によって書紋のテキストが得られる確率は例えばハムレットくらいの長さのものになると極めて小さくなる。宇宙の年齢に匹敵する時間をかけても実際にそういったことが起こる見込みはほとんどない。 しかし、定理は、十分長い時間をかければ、ほとんど確実にそうなると主張する。この定理を例える話には、様々なバリエーションがある。タイピストを複数、さらには無限の数にまで拡張しているものもあるし、目標とするテクストを、図書館の蔵書すべてとするものから、たった一つの文とするものまである。定理が厳密に記述されるよりもずっと前から、 実質的に定理に関連する着想を多くの者が得ている。その歴史は、アリストテレス、生成消滅論やキケロ、神々の本性について2まで遡り、ブレイズ・パスカル、ジョナサンス・スウィーフトラを経て、タイプライターを衝動部に用いる、現代の署名台にまで連なる。20世紀初め、エミール・ボレルとアーサー・エーディントンは、統計力学の基礎における暗黙のタイムスケールに、 ついて説明するため、この定理を用いた。また、キリスト教、創造論者とリチャード・ドーキンスの双方が、この定理の猿を進化の例えとして用いることは、妥当だと主張している。現代においても、打検する猿への大衆的な関心がやむことはなく、数多の文学作品、テレビやラジオ、音楽、インターネット上で取り上げられ続けている。2003年、 6匹の黒猿を使った実験が行われたが、この猿たちが文学界にもたらしたものは、ほとんど S の字だけからなる5ページのテクストのみであった。定理の主張に含まれる、十分長い、ほとんど確実といった言葉は、確率論及びその基礎となる解析学において厳密に定義された用語であり、従って、定理の主張は、数学的に意味のあるある字である。 ただし、ほとんど確実にという言葉は、速度論に基づく、確率論で用いられる語であり、主張の内容を正確に理解したり証明したり、するには、速度論を必要とする。証明にはを用いる。ここでは、そのような厳密な議論には立ち入らず、この定理の祝いとすることを初等的に考察してみる。話を簡単にするため、タイプライターのキーがちょうど百個あるとする。 例えば、モンキーという一単語からなる文章は全部で6文字。あるので、ランダムにキーを叩いて、モンキーとタイプされる確率は、フォーミュラ1イコール1長分の1である。これは非常に小さな確率であるが、例ではないため、猿がランダムに6個のキーを打つという操作を非常に多くの回数繰り返せば、モンキーという文字列がタイプされる確率は100%に、 非常に近くなる。文章中の文字数が7つ、8つと増えるごとに、その文章が打たれる確率は減ってゆくが、いずれにせよ例にはならないから、7文字の文章であろうと8文字の文章であろうと、根気よくランダムにキーを打ち続ければ、いつかはその文章が打たれることになる。同様に考えれば、一冊に何万もの文字を含む、シェイクスピアの著作であっても、いずれは打ち出されることになるのである。 しかし、文章が含む文字の数が増えれば増えるほど、その文章が打たれる確率は、指数関数的に減少し、そのような文字列が現れるのに必要な時間の期待値は、とてつもない速度で上昇していくことも注意しなければ、ならない。指数関数時間を参照。例えば仮に1秒間に10万文字打てるとしても、たった100文字の文章を登場させるのに要する時間は100億年の、 一無料台数倍の線形倍にもな。まして、猿がハムレット一冊を打つのにかかる時間は、途方もない長さである。このように、理論上は有限の時間で、猿はどんな文章でも打てるが、そのために要する時間は、想像を絶するほど大きなものである。打検する猿の観念は、古くから知られていた。ジェームズ・ジーンズは、1931年の著書、 ザミステリアスユニバースで猿の例え話の起源はハクスリーにあるとした。これは誤りである。今日ではさらに次のように言われることもある。1860年6月30日にオックスフォードで開催されたでハクスリーがチャールズ・ダーウィンの種の木をめぐり国教会オックスフォード主教と交わした伝説的な論争の際にハクスリーが例として引いたのだ。 この逸話は根拠に乏しいばかりか、1860年代にはタイプライター自体がまだ出現していなかったという事実があるため信じがたい。霊長類の扱いは別の理由で論理の的となっていたのである。ハクスリーとウィルバーホースの論争には猿に関わるこんな一幕があった。地球は祖母と祖父どちらの家系から猿の血を引いているのかとハクスリーに問うた。ハクスリーは 主教殿のように、不正直な弁論をなさる五人の血よりは、猿の血を引く方がましとの胸を答えた。アルゼンチンの作家ボルヘスは、1939年の完全な図書館と題したエッセイで、無限猿の関連の歴史をアリストテレスまで遡って論じた。刑事上学でアリストテレスは、アトムのランダムな組み合わせによって世界が、現出するというレウキッポスの見方を紹介し、 原子自体はそれぞれ類似的だが、形態、配列、位置の差別が起こり得るのだと説明している。また彼は、生成消滅論で、この考え方を、同じような、原子つまりアルファベットの文字から悲劇でも、喜劇でも作り出せるということに例えている。三世紀後のキッケロは、神々の本性についてで、このような原子論者の世界観に反駁した。ボルフェスは、この主張の歴史をたどって、 ブレイズ・パスカルやジョナサンス・スウィフトに触れる中で、彼の時代には言い回しが変化しているのを認めた。1939年当時、この聖句は、六匹の猿でも筆記用草や手が割れれば、良縁なる未来には大英博物館の全蔵書を書き上げるであろうとなっていたという、ボルヘスは厳密には、不死の猿一匹で十分であろうと付け足している。 無限の猿定理とそれが喚起するイメージは確率の数理を一般向けに解説する際の上トークとなったため教育現場でよりはむしろ大衆文化を通じて広く知られるようになった。ホフマンとホフマンは2001年の論文猿とタイプライターとネットワークと偶発的卓越性の理論から見たインターネットの序章でこの定理が地道にしかし広く 一般に広まっていることを注意した。2002年のワシントンポスト紙の記事にはこうある、少なからぬ人々が、無限の数の猿が無限の数のタイプライターでもの、時間をかければ、いつかシェイクスピアの作品が出来上がるかもしれないという、考えを楽しんでいる。2003年、前述のアーツカウンシルが実在の猿とコンピュータの、キーボードを使った実験に出し、このことは広く報道された。 2007年、ワイヤード氏はこの定理を、史上8大思考実験の一つに挙げた。R.G. コリングウッドは1938年、芸術は偶然によっては生み出されないと主張し、彼の批評家たちへの皮肉を込めて、次のように書いた。ネルソン・グッドマンは逆の立場を取る。キャサリン・エルギンやボールフェス、ドン・キホーテの著者ピエール・メナールの例を引いて、次のように論点を述べた。 別の著書でグッドマンは自説をさらに腐炎している。猿がデタラメに副写物を作り出すと考えても変わりはない。それは同じテクストである。それはどこをとっても同じ解釈を受ける。ジェラール・ジュネットはグッドマンの主張に疑問を呈し、これを退りけている。によれば、テクストの同一性に対する疑義はさらなる疑義を呼び起こす。作者というものへの疑義である。 猿は、ハムレットの意味を理解できないがゆえに、作者としては、不適格である。にもかかわらず、ハムレットを打ち出す能力を持てばよいのであれば、テクストに作者などいらなくなる。これに対する回答の一つは、テクストを発見し、それが、ハムレットと一致することを認めたものが作者である、ということである。あるいは、シェイクスピアが作者であり、猿は、その代行者で、テクストを発見するものは、 テクストの利用者に過ぎないということもできる。これらの回答には難点がある。テクストがそれに関わる者たちとは無関係に意味を持ってしまうのである。シェイクスピアが生まれるより前に猿が作業していたら一体どうなるのか。あるいはシェイクスピアなどこれまで生まれたこともなかったとしたらどうなるのか。猿が撃った原稿を誰も発見してくれなかったらどうか。ボルヘスは 完全な図書館の中で完全な図書館の企てが最高潮に達した時に生み出されるであろうものを思い描く。ボルヘスの完全な図書館の観念はよく知られた1941年の短編、バベルの図書館の主題となっている。ここで描かれるのは六角形の部屋が無数に繋がってできた想像を絶する規模の図鑑であり、アルファベットと若干の不等記号で持って描かれうるどんな。 書物でも、そのどこかに収まっているとされている。このほか、R.A. ラファキの短編、ジュゲム、ジュゲム、1970年や、ラッセル・マロニーの短編、頑固な論理は、この定理自身が、メインプロットとなっている作品である。ダグ・パウェルは、キリスト教の立場から、カにニルが、偶然、ハムレットにある文字を打ち出すとしても、それを伝達する意志を持つことがないから、 ハムレットそのものを生み出すことはできい、と論じた。彼は同時に、自然法則は DNA が担っている情報を生み出す、こともできなかったと述べている。ジョンカイ・マッカーサー氏はより一般化された主張をしている。彼は、突然変異によってアメーバから常駐が生み出されることは、猿がハムレットの独白を打ち出すことと同じくらい、ありそうになく、故に進化論はあまりにも見込みが低い説である。 と主張した。猿のタイピングの上トークは、確率がどんなに低くとも、膨大な回数繰り返せば、いつかは実現されるという数学的事実を大衆に、分かりやすく説明するのに有効であるため、ポップサイエンスの著作をはじめとして様々な文献に現れる。進化生物学者のリチャード・ドーキンスは一般向けの著書、盲目の時計職人。 1986年の中で自然淘汰にはランダムな突然変異から生物学的な複雑性を生み出す能力があるということを猿のイピングの上トークで大衆にわかりやすく説明した。ドーキンスが述べたシミュレーション実験では簡単なコンピュータプログラムを使う。このプログラムはランダムに打ち出される語句のうちすでに目的のテクストと一致した部分は固定していくとにより、 ハムレットのセリフ、ミスンクス・アイティーズ・ライク・エ・ウィーゼル、俺には、いたちのようにも見えるがな、小田島有志役を生成する。この実験の要点は、ランダムな文字列の生成は、生の材料を提供するだけであり、自然淘汰こそが情報を与える役割を担っている、という点である。この他にも、 猿が一度に一つの文字しか打たず、それぞれの文字が連関していないという問題点に依拠して、進化と無限の猿の間に類推は成立しないとする意見がある。は、着想の進化。彼の議論では、生物の進化ではないことに注意を考える場合、ランダムな生成ではなくより複雑な設定での生成を想定する必要があると説いた。も、古典的な意味では、 猿は務めを果たすことはできないと認める。しかし彼は、厚生動物ゲノムを英語の書き言葉の類推で説明しており、どちらにも組み合わせ論的、階層的な構造があるため、莫大な数のアルファベットの組み合わせのうちごく一部だけが許されているとする。エミール・ボレルも九百十三年の論文、統計力学と不可逆性でも、打検猿たちという表現で、 自身の成果を比喩的に説明している。また1914年の書籍では文字によって巨大な乱数列を生成する仮想の手段として猿の例えを用いている。ボレルは100万の猿が日に10時間文字を打つとしても打ち出すものが世界最大の図書館の蔵書と完全に一致するということはほとんどありそうになく、まして統計力学の法則が破られることは ますますもってほとんどありそうにないと簡潔に述べている。物理学者のアーサー・エイディントンは1928年の物的世界の本質である容器に機体が満たされている時に機体分子が一斉に容器の一方の側へ向かって運動するようなことが起こる機会をラケンザルの比喩を用いて次のように解説した。キッテルとクレーマーは 彼らによる熱力学の教科書の演習問題で猿がハムレットを打ち出す確率について問い、ハムレットの確率は、それゆえどんな実際上の出来事という意味においても例、であから、猿がいつかは目標を達成するだろうという主張は、むやみに大きな数についての誤った結論を与えるものであるとした。この主張は統計学的な基礎に立ってダケンザールの比喩を用いたものとしては所質である。 この定理には、法外な量の時間と資源が必要だと考えられる。ために現実には完遂できない思考実験が関わっている。にも関かかわらず、この定理は有限のランダムなテクストを生成する、試みを促してた。アメリカ合衆国アリゾナ州スコッツデールのダン・オリバー 8T と打ち出したのである。この列の最初の19文字は、ベローナの二進詞に見出せる。別のチームは、 アテネのタイモンの18文字、トロイラストクレシダの17文字、リチャード二世の16文字を再現した。モンキー・シェイクスピア・シミュレータと題したウェブサイト2003年7月1日解説にはランダムに打検する猿の巨大な個体群をシミュレートするジャバープレットが組み込まれており、仮想猿たちがシェイクスピア風の戯曲を始めから終わりまで生み出すのにどのくらい時間がかかるかを見積もる。 こともできる。例えば、次のテクストは、ヘンリー4世、第2部の断片を生み出しものだが、27公3785、ジョーサルネンを用して24文字の一致を見るに至った。ルーマー、オープンユア・ヤーズ・ QR5J5&、オッティゼット・レイ・リー、処理能力の制約から、このプログラムは、実際にランダムなテクストを生成して、シェイクスピアのそれと比較するのではなく、 確率論的モデルを用いている。シミュレータが一致を検出すると、すなわち乱数生成器がある値、またはある範囲内の値を生成すると、シミュレータ自身が一致したテクストを生成することで、一致をシミュレートする。理想的な猿は、統計的にどのくらいの頻度である、文字列を打ち出さねばならないかという問いは、乱数生成器の実用性を調べる方法にも結びつく。 対象となる乱数生成器は単純なものからよく洗練されたものにまで及ぶ。計算機科学のとは、講義でこのようなテストを超常メートルタプルテストと呼んだ方が生徒の受けがいいことにも気づいている。彼らは1993年テストの分類と様々な乱数生成器での結果についてレポートを出版した。 無限の猿定理はランダムにキーを打ち続けたらどのようになるかを論じたものであるが実際の猿は自身の思考なり好みなりに応じてキーを打つ可能性がある。では実際の猿が意味のある文章をタイプする可能性はあるだろうか。これに対し霊長類行動学者のチェニーとセイファースは 実際の猿がロメオとジュリエットを作り出すという望みを叶えるには、運に頼るほかなかろうと評した。猿の仲間は心の理論を書いており、自身の知識、感情、心情を他者のそれと区別できないと考えられる。従って、猿はたとえ劇曲を書いて、登場人物の行動を叙述することは習得できたとしても、 登場人物の真珠を描き出してアイロニーに満ちた悲劇を組み立てることは到底できないという。2003年、メディア兼芸術コースの講師と学生たちがから2000ポンドの助成を受けて実際の猿が生み出す文芸作品を研究した。イングランドのデボン州にある6匹の黒猿の檻の中にコンピュータのキーボードを1月の間放置し、結果を無線接続で ウェブサイトに配信した。調査員の一人マイク・フィリップスは、費用を抑えたために、テレビ画像に比べると白新性に欠けるようになったが、そのために、かえって刺激的で怖悪的な見栄えになったとた。猿たちは何も生み出さないどころか、5ページものほとんどが S の字からなるテクストを生み出した。もっとも、最初は、オスのボス猿が、キーボードに石を叩きつけていたし、その後も猿たちは、 キーボードの上で排尿や排便を繰り返してはいたが、動物園の学芸員はこの実験を科学的価値はほとんどない。ただし無限の猿の理論には欠陥があることを明らかにしたと評した。フィリップスはこの芸術家によるプロジェクトは本来パフォーマンスアートなのであり、自分たちはそこから恐ろしく多くのことを学んだと語った。彼は次のように結論付けている。 猿は乱数生成器ではない。それよりも、はるかに複雑生命なものである。中略、猿たちは画面に映し出されるものに強い関心を示し、字を打つと何かが起こるのを眺めていた。そこには一定の意図が働いていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。